皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこのシャオミスマートバンド7ですね、買ってそのままアプリとペアリングして標準のまま使っている方っていうのも意外と多いのかなと思いますけども、ちょっとした設定で非常に使いやすくなりますので、その方法をお伝えできればと思います。では早速本日も行ってみましょう。ではまず最初になります、アプリを並び替える、これめちゃくちゃいいですね。でこの部分はホーム画面から下から上にスワイプした時に出てくる部分の並びになりますね。一番下に今設定ありますよね、つまりここの部分になりますね。でその他っていうのがモアになりますね。さらに隠れてる部分になります。私はねこのよく設定使いますので、この部分を上にこのように持ってきます。でこの設定をねここに持ってきまして保存をします。そうしますとね今変わりましたね。はい、すぐにこのように出てきました。バンドディスプレイ文字盤のところからこのように設定が入りました。でその下に統計ですね、心拍数 PAI ですね、血中酸素レベルっていうふうに続きますね。ですのでよく使うものをすぐにこう表示できるように並び替えをするっていうのがいいのかなと思います。ワークアウトは先ほどウィジェットの方つけましたので、さらによく使うものとしたらタイマーなのかなっていうふうに個人的には思いますので、移動させて設定の下に持ってきました。でこれ保存しますとこのようにタイマーが入りましたので、すぐにねこういうふうにタイマーを呼び出すことができるようになりました。こういう風に調整するとめちゃめちゃ便利になりますので、ぜひね設定の方を変えてみてください。そして次ですね、持ち上げてスリープ解除ってありますけども、これはこういう動きで点灯するってことになります。これ設定画面になりますね。開始時間、例えば朝の8時から夜の22時までとなっていますね。例えばですね、朝の6時からもう点灯してほしいよってことであれば、このように開始を6時、終了時間はもう9時以降はいいよってことであれば、このようにね6時から9時っていうふうに調整することもできます。そうしますとこうやってひねった時にね、今この時間帯の間に今やっていますので点灯しますけども、もしこれが朝の10時から夜の9時までの設定にしましたので、今消えていますが、ひねってもはいつかなくなりますね。ですのでこの時間帯だけスリープを解除っていうことであれば調整されてください。これは個人的にはね朝6時から8時ぐらいにしてありまして、この時間帯であればこうやってね点灯するようにしてあります。感度ってありますけども、これを敏感にするかっていうことなんですが、今デフォルト標準のままになっています。これ高ですね、高いっていう風にしますとバッテリーの駆動に影響しますよとありますので、まあ敏感にしたい方は高にされてください。では次ですね、バイブレーションっていうところがありまして、これは着信時や何か通知やアラート SMS が到着した時、まあ座りすぎ通知ですね、まあいろんなパターンがありますが、これ今デフォルトになっています。例えば着信のとこを見ていただきますと、追加とありますね、これをタップします。新しいバイブレーションを作成することができますね。スマートフォンをタップしてウェアラブルデバイスのバイブレーションパターンを作成しますとあります。このバイブの振動パターンを作成してみたいと思います。この画面になりましたら、もうね画面をこういうふうにタップすることによってどこでもいいですね、振動パターンをこうやってね記録することができます。はい、今作りました。で再生をしますとこちらの方に今来ています。これはすごいわかりますね。でこれよろしければこの上のねレテンで OK ということで、まあ、例えば名前をつけてね保存することができます。あとありますね。で着信時はこの振動パターンで通知が来ますよということになりますので、ノールックでねわかるってことになりますね。これは結構いいかもしれませんね。で同じようにですね SMS 受信の時とかね起きる時ですね、そういうふうに振動を作成してパターン分けすることによってねノールックで分かるようにすることもできます。では次にですねナイトモードとなります。これはバンドの画面の明るさを若干下げてくれる機能になります。昼間でちょうどいい明るさの場合、夜になるとちょっと眩しいって言ったこともありますよね。ですのでこれをどうするかってことなんですね。画面の明るさを暗くしたい時間帯ですね、開始時間夜の7時から、そして終了が例えば朝の6時まで、このように設定することによって夜の19時から朝の6時まで画面の明るさをやや暗くしてくれるっていう設定になります。それがナイトモードになりますね。こうすることによってね眩しさを軽減することができるようになります。
という感じで、スマートフォンのアプリを使ってバンド本体の設定をいろいろ便利な風に調整することをお伝えしましたけども、これ以外にもバンド本体で調整することもできるものが結構あります。例えばこの設定のとこを開いていただくと、これちょっと英語のメニューになっていますので分かりづらくなっていますが、例えばですね、画面をずっと今私点灯しっぱなしになってますけども、これどうやってやるのってことなんですが、この設定の2番目ですね、ディスプレイとあります。で、ディスプレイの一番下の部分から2番目ですね、ここスクリーンオールウェイリッツって書いてありますけど、これタップします。そうしますとオフ5分、10分、15分、20分となっていますね。で、私は今20分の設定になっていますので、これをオンにしますとずっとね画面点灯してくれるわけですね。これ結構ねレビューする側の人間にとってはすごく便利だなと思います。ですのでね、これは必要な方、そういう誰かに見せる時とかね、設定しっぱなしにしておきたいよって言ったら、一時にまた画面点灯させてタップして画面点灯とかねする必要がありませんので、20分間だけはずっとつきっぱなしになります。しかしながらね、バッテリーの消費はその分早くなりますのでね、そこはバッテリー十分充電した状態でされてみてください。そしてですね、例えばタイマー使ってみたいと思いますが、タイマーがデフォルトでこのように準備してありますね。1分、3分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間というふうにねデフォルトでもう設定されています。よく私は30分使うのでこれを対応します。で、止めるときは一時停止であればこの上の部分ですね、で再開します。停止であれば四角のボタンですね、こういうふうに使うこともできますね。そしてワークアウトの部分、ウォーキングする場合はこのように選んでいただいて GO、 カウントダウンが始まります。はい、スタートすることができます。そして止めるときどうするのっていうことなんですが、ボタンが特にあるわけじゃないんですね。実は止めるときはこの画面から左にスワイプしますと停止するボタンがあります。で、これ一回押しただけじゃ止まんないんですよ。長押しをしていただく形になります。そうしますと振動して停止しますかと来ましたので、これをタップして終了します。で、今セービング保存しましたと出てきました。こんな感じでやることができます。そして私が今設定しているこの文字盤なんですが、ここに実はワークアウトのアイコンがあります。これタップすると実はワークアウトに飛ぶことができます。別に何も珍しいことではありませんが、文字盤にこの機能をね割り振ってくれてるのは結構便利なんですよね。で、心拍のとこねタップしますと当然ながら心拍数の部分に飛びます。文字盤に設定してあるコンプリケーションからそれぞれの機能に飛ぶことができますので、これも結構ね便利だなと思いますね。はい、これ歩数のとこにねステータスですね飛ぶことができます。で、これまた文字盤の種類によっては調整することもできますね。ここの部分ですね、今ハートレートってあります、心拍数のとこをスタンド機能にしますか、バッテリー表示にしますか、3種類ですね調整することができます。で、こっちも同じですね、同じ項目から選ぶことができますので、私はバッテリーにしてあります。決定した場合は画面を長押しします。戻すことができましたといった感じで、いろんなね調整することができますね。使いやすいようにカスタマイズしていっていただければと思います。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をこの機会にお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。